はい、どうもこんにちは、レオシグです。今回はね、リクエストにあったリボンズガンダム支援撮ってきました。はい。で、まあ実はね、前作僕結構このキャラお世話になってって、まあ今作どう変わったのかなっていうちょっと興味もあってね、乗ってきました。で、まあ前作ね、このキャラ、環境で一番強かった機体ということで、だいぶお仕置き食らってるんですよね、今作は。まあ1試合目はね、そのお仕置きの方を話していき、まあ魔法を話していき、2試合目でね、まあこいつ実は情報の方もしっかり来てるということで、まあ情報化法を踏まえて1試合2試合目語って、3試合目から実況していこうと思います。はい。じゃあまず火砲から。まあ前作のこいつの異常だった点として、突角の移動量ですね。まあリボーンズガンダムからリボーンズキャノン形態に移行するとき、まあ逆もしっかり、リボーンズキャノンからリボーンズガンダムに移行するときの突角の移動量、これ異常だったんですよね。まあ、今作が、それ、移動量落とされて、イメージ的には、クルブの突角に戻ったって感じですね。まあ、あんまり移動量なくなりましたよと。うん、突角で逃げれないよっていう感じですね。で、続きまして、こいつの、あれかな、リボンズキャノン状態の下メイン。こいつが、まあ、前作結構ね、弾数多かった。なんでこの性能で3発もあんだって感じだったんですけど、なんと1発に変わっちゃって、しかも弾、弾の性能も落とされたということで、結構大惨事ですね。はい、続きまして。これはガガかな？そう。ガガがね、なんか、これはね、俺使ってたの感想なんですけど、すげえなんか前に出るようになったなというか、拙者で当たんなくなったなという。うん。なんか、ゲゲゲでやった時にね、結構潜られる場面が多くて。まあ、これ結構体感なんで合ってなかったら申し訳ないんですけど、ガガがしっかり弱体化来てたなという。うん。なんかね、機体からね、ちょっと1個分離れたとこにね、ガガが出るんで、結構潜られるなっていう印象ありましたね。はい。で、あとは機動力かな。機動力もしっかり落とされてましたね。なんかね、まあ、前作結構早かったじゃないですか、この機体。なんか、ラタオ曰く、フリーモードで、てかなんかね、なんかで調べたんですよね、ラタオが。その時に、フルコノの生地と一緒って聞かされて、マジかとか思って、結構びっくりしましたね。で、続きましてがね、てかガガの発生も落とされてんのかな。まあ、いいや。で、あと、前角。これも異常だったね、前作。結構ね、前角理不尽な性能してたんですけど、前角が、なんかあんまり強くないなと。うん、何が弱くなったのかがちょっとわからないんですけどね。判定かな？うん。判定と伸びかな？あとなんかね、前角踏み込んだ時の移動量っていうか、それがなくなったなと。なんかね、前角踏み込んだ時さ、すげえ移動するじゃん、あれ。あれがあんまりなくなったなと。うん。だからなんか理不尽な判定じゃなくなったなと思いました。まあ、以上が変更点ですかね。あと、耐久が落とされてんのかな、確か。650から620かな。といった感じですね。ちょっと、ウィキに書いてなかったんで、体感なんですけど、申し訳ない。2試合目いきましょう。はい、続いて2試合目。お相手がギスリーとレジェンドですね。で、あと、火砲が2つほどあって、リボンズキャノン状態のゲロビかな。特殊。が、だいぶ細くなってる、銃口も悪くなってたなと。はい。で、あと、リボンズキャノン状態の格闘のアンカー。こいつもね、また、銃口が落ちてて、あんまり当たんないなという印象がありました。で、本当はね、ウィキで確認したかったんですけど、ウィキにね、変更内容載ってなかったんで、ちょっと、個人的なね、前作から今作への使用感の違いで語っちゃってるんで、他にね、なんか過報があったら申し訳ないです。まあ、個人的に感じたのが、以上の変更内容ですね。他にあったら本当に申し訳ない。はい、続きまして、情報いきます。はい、リボーンズキャノン状態はこれですね。格闘ジャージ。こいつが追加されて、まあ、イメージ的には、フルコーンの第二形態の特写ですね。まあ、いわゆる曲がるゲロビ。曲がる、細い曲がるゲロビっすね。まあ、うちのチャンネルではね、これペンタグゲロビとか呼んでるんですけど、これが追加されて、で、あとね、リボンズキャノン状態のファング、サブね、と、レバ特写の大型ファング。これがどっちも取り付き良くなってて、まあ、これは今作のね、そのオールレンジ武装の強化によるものなのかなと思っております。はい。まあ、これが強化内容かな。で、ここから純粋な変更点になるんですけど、格闘2種が変更されております。まずは BD 角。これがね、なんかパンチコンボになってんだよね。なんかポコポコポコって殴るコンボで結構かっこいい。プラス、まあ、前作の BD 角あんまり使い道がなかったんだけど、他の格闘が強かったってのもあるんだけどね。まあ、に比べると、前作の BD 角ね、メインからの追記が結構安定しなかったね。メインから BD 角ってやったっけ。まあ、今作はメインから BD 角安定するよと。で、あとは、下格闘。これが前作ね、単発、てかなんか、一段の打ち上げの格闘だったんですよね。
が、今作はなんか三段格闘になってて前派生があると。まあ前派生は多段ヒットの格闘なんですけど、まあということで格闘2種が変更されております。まあこれは一概に弱体化とは言い難いなと思いました。まあ下格に関してはね、その、まあ、前作結構打ち上げで使ってたんで、個人的にはちょっと使いづらいなと思いました。以上ですね。はい、他にちょっと何かあったらね、非常に申し訳ない。で、まあ今回の動画でね、やってるのはその爆弾なんですよね、これ。まあデスエル前に出させて、リボンズキャノンで後ろ下がって、このギロビトネファンガを垂れ流して勝つという、まあこれね、本当は普通に使った方が強いかもしれないんですけど、まあ今回の動画でね、そのまあ強化点がリボンズキャノン状態のファングと、あとこの今の格闘チャージが追加されて、実は爆弾の後ろできんじゃねと思って、まあ基本的に寄られないうちはこのファング垂れ流しながら格闘チャージ打って、寄られたらリボンズキャノン状態に戻ってガガとかで捌くっての結構強いんじゃないと思ってやってみたら、案外強くて、うん、なんか個人的にはそう。あとね、まあこれ安いんですけどね、非常に。これもう減ってるか分かんないですけど、まあなんか相手的には結構メンタルが削れてる面あるんでまあこういうゲロビさ、カスヒットでも当たると結構メンタル削れるじゃん。うん、だからね、なんか結構ね楽しかったっすね、これ使ってて。まあといった感じで情報化法を話していきました。さあ、ラストはこれガガサブで勝利ですね。はい、ちなみにサブの性能に関してはほぼほぼ変わってないなと思いましたね。うん、なんかエフェクトが変わってる分コンソクの方が強く見えるんですけど、まあ個人的にはあんまり前作と変わんねえなって思いましたね。はい、といった感じで2試合目でした。さあ3試合目いきましょう。はい、続いて3試合目、お相手がビダール時なんですね。で、相方の絶好調のデセルの視点もしっかり取ってきてあります。で、これは爆弾戦法ですね。はい、で、あのね、考えたんですよ。リボンズのリクエストもらって、撮るときに、どう撮ろうかなと思って、単純に前作と同じ立ち前でやると、完全に前作の介護感なんですよね。で、考えた、行き着いた結果が、これ爆弾の後ろで相方いる覚醒にして、ガガとこのレバ特写を相方に、その L 覚醒で武装回復させてもらって、一生自衛して、レバ特写垂れ流して、で、後ろで格闘チャージ垂れ流すっていうのが一番強いんじゃないかなと思って。で、あと、その、まあ、このね、リボンズキャノン状態のサブと、そのまあ、ファング2種、ファングと大型ファングが強化されてるんで、まあ、それもね、しっかり爆弾の後ろの仕事できるよってところを見せたかったんで、まあ、今回はこういう戦法を取っております。ちなみに今のガガはマジでショック受けましたね。前作ならこれ絶対当たってんだろうと思って、まさかビダルの横特格でしかも二次ステ踏んでないのに、その、抜けられるかとか思って、なんかすごい世代交代感じましたね。あ、俺も過去の、あの、リボンズも過去のキャラなんだなとか思って悲しくなりました。はい、といった感じですね。さあ実況の方移っていきましょう。まあ基本的には相方出させて、こうやって格闘チャージとかファングで自己主張しつつ、しっかり後ろ下がるっていうのが理想ですね。で、寄られた時にリボンズキャノン状態に戻って、ガガなどでしっかり自衛していくっていうのが理想なのかなと思います。はい。で、ちょっとこれ距離近いですね。でね、こいつね、前作より、今作の方が後ろで仕事できるんですよね。これは単純な強化だと思います。まあ格闘チャージの追加と、まあファング2種の強化ということで。まあだから爆弾の後ろ強いんじゃねえってのは個人的には思ってるんですけど、まあそれでもやっぱり今作はね、爆弾の後ろ強いキャラ多いんで、なんとも言えないんですけど。ただね、前作と同じ立ち回りするとね、まあ、だいぶ弱いんですよね。単純に前作に比べて。まあ前作が強すぎたってのもあるんですけど、それに比べてもね、なんかおかしいなって。うん。なんか、ダブルの介護官みたいな。うん。なん今の前衛キャラの完全な介護官だなと思って、その戦い姿すんなら、まあ爆弾の方が面白いかなと思った次第でございます。さあ、ここ一回、ガガ読まれてましたね、今。ガガ読まれてしまい、さあ、相方がダインセルブつけられて。これは大丈夫か。一回盾してさ、リボン、あれですね、ファングに守ってもらい、一回弾取って。ちょっと相方弾いちゃったけど、そうか申し訳ない。さあ、レバ特写送って、これは当たらず。さあ、格闘チャージ今ちょっとかすったんだけどね、この格闘チャージマジで安いんだよね。うん。まあ、当て方はね、結構知ってるつもりなんで、この、まあ、いわゆるペンタブゲロビ。うん。まあ、当たるには当たるんですけど、マジかすヒットで10減ってんのか減ってないのかって感じだね。基本的にはあれですね、相手のメンタルブレイク武装ですね、これは。さあ、絶好調が残り44で、ちょっと前出てきたい。さあ、格闘チャージこれ当たらず今の結構惜しかったですね。さあ、これ、ゲロビーは防がれてしまい。もう、ビダール無理よ、これ。うん、リボンつけの状態でも、横得、あれない、ガガに抜けられちゃうしな。さあ、ここは、あ、違う、ガガが横得に抜けられるのか。さあ、ここ相方のコンボ邪魔しちゃって、非常に申し訳ない。まあでも、これは相方が一回落ちてもらって、一緒に覚醒吐くか、順々に覚醒吐いていくのが勝ちパターンですかね。さあ、ここ格闘チャージかっさらせて。割とね、しっかりフルヒットするとね、140ぐらい減るんですよね、これ。
まあ、正確な数値は分かんないんですけど、個人的には140ぐらいかなと思いましたね。当たった時に、全フルフィットした時に。さあ、これガガは読まれていて、だいぶ相手のビタルガガ読んでましたね。さあ、これは相手の隙見て一緒にダブルを取って、格闘取ってと。いいですね。ちなみに今のはもうなんか、お互いに取るとこ分かってましたね。絶好調はまあ、ここ振るしかないなと思って、俺もここ振るしかないなと思いました。といった感じの3試合目でした。さあ、最後行きましょう。はい、で、ラスト、お相手が X2 と Tan X ですね。そういえばね、今日ちょうど、まあ、日付的には昨日ですかね。東進祭の配信僕も見てたんですよね。まあ、僕はね、そう出てなかったんですが、学校とか忙しくて予選出れないかなと思って出てなかったんですけど、すげえ面白かった。東進祭。マジでレベル高かったっすね。特に、まあ、決勝はね、まあ、全プレイヤー知り合いだったということで、どっちも応援してたんですけど、特にね、アジマのプレイに感動しましたね、僕は。うん。やっぱりこのゲレリンは最強だなーって。いや、非常に嬉しかったですね、ああやって身内が活躍してくれるのは。うん。本当にアジマのプレイ、感動しましたね。まあでもさすがに、やっぱり、さすがだなと思いました、決勝のチャンルイパンは。もう本当に、ね、2ペアともおめでとうございます。じゃあ実況の方移りましょう。で、まあこのキャラね、まあ下格、変わってるんですよね。リボン付けの状態の。まあ、その BD 格が変わってんのはミネの動画とかで知ってたんですけど、まさか下格変わってると思わなくて。実はま、この試合で振ってるんで、まあ、よければ見てくださいと。さあ、実況していきましょう。基本的にはま、この格闘チャージ垂れ流しつつって感じですね。まあ、これもね、まあ、本当にダメージ自体は安いんですけど、うざいんですよね。マジで。結構当たるから。うん。まあ、相手の意識次第ですね。相手がまあ安いから別に当たってもいいやって感じだったらあんまりメンタルに響かないんですけど、うわ、当たった、うぜえ、見ないんとって感じだと結構こっちのね、思うツボなんですよね。というところ、ああ、今のゲロビもな、前作当たったんだけどな。あと、ゲロビのダメージもちょっと安くなった感ありますね。まあ、だいぶ前作に比べて押し食らってんのかなと思います。さあ、ここはちょっと体力調整ガバガバなんで下がっていきましょう。基本的にはデスレに落ち譲りたいので。さあ、リボン付けの状態になって。で、これはメイン、これ当たらず。じゃ、下メインマジ細いな、これ。リボン付けのメインとあんま見分けつかんぞ、これ。さあ、学生吐いて、ゲロビこれ渡って、さすがにこういうの当たりますね。さあ、タイクスに詰められて、まあ、このパーツは読んでたんで、さあ、これ下格っすね。これ。今のが前派生かな。この前派生が、今のが最終段が多段ヒットになるかならないかって感じですね。これが下格の、まあ、これも前派生これ前派生やんのかな、前派生っすね、これ。で、一応ここからサブキャンセルありますね。で、これ前派生やんないと普通に単発の三段格闘ですね。パンパンパンって言って。といった感じの、まあ、だいぶね、変わったリボーンズガンダムでした。まあ、前作暴れすぎたからね、募集食らって当然でしょう。さあ、エンディング行きましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。新しくなったね。まあ、だいぶ下方と上方同時に食らって、特に下方の方がね、目立つリボーンズガンダムですが。まあ、個人的にはね、なんか、原作に忠実になったなというか、まあ、個人的な意見なんですけど、まあ、リボンズキャノンって言ったらさ、やっぱり遠距離戦じゃん。で、リボンズキャノンって言ったら、まあ、アニメだと結構近距離戦の方が多かったのかな。うん。ということで、前作のさ、リボンズキャノンってさ、まあ、レバ特写撃つときと、あれじゃん。乾燥で移動するとき以外基本的にならないじゃん。リボンズキャノンだけで移動する状態ってあんまりなかったじゃん。だけどさ、アニメとか見てるとさ、すげえリボンズキャノンでいっぱいさ、仕事してんじゃん。って思うとね、まあ今作結構リボンズキャノンだけで、まあ格闘チャージがあるから、リボンズキャノンだけで動く場面も多いから、まあいいなぁと思いました。あ、原作に忠実やんけ、とか思って。まあその分弱くなったんですけど。まあ前作異常すぎたね。うん。まあでもしっかりね、このキャラに関してはね、言うほど死んでないというか、別に言うほど弱くないんですよね。まあ元が強すぎたってのもあるんですよ。それにしてもね、まあ基本的にさ、前作暴れすぎたキャラってさ、シリーズ買った時にさ、お仕置き受けるじゃん。すごいひどい悲惨なお仕置き受けるじゃん。まあダークハンドとかさ、今作だったらね。まあなんですけどね、このキャラはね、まだ結構やれるなと個人的には思いましたね。うん。だから、こいつの調整結構うまいなぁと思いました。まあ、ただちょっとやりすぎな面もあるんですけど、まあ、下メインとか、あれ完全に死に武装になってるんで。まあでもね、それでもね、リボンズキャノン、リボンガンの修正はうまいなと思いました。うん。なんか、単純に使ってて面白かったっすね。やっぱ使ってて面白い機体って、いい機体なんですよ。まあ、勝てるかどうかは別ね。まあなんかね、このキャラ取ってて苦じゃなかったっすね。はい、といった感じで。で、まあ、東進祭の話になるんですけど、本当にレベル高かったね。うん。
あのね、俺とナスタンで出ようと思ってたんですけど、まあ、ナスタンが社会人で、俺もテストがね、ちょうど1月あって、俺さすがに学校の行事優先したいなと思って、そのテスト優先させたんですけど、まあ、なんか結構ね、予選のね、あれが緩かったみたいで、そのポイントの競争が。まあ、なんかね、応募すれば受かってたかなとは思って、ちょっと後悔はしてるんですけど、まあそれでもいいもん見れたなと。本当に今回のね、東進細胞僕感動しておりますね。特に本当に MVP は、アジマだなと思っております。本当にアジマは素晴らしい。で、アイカのロラ時間もね、本当にすごかったですね。まあね、やっぱりさすがですね、優勝のチャンルイパンは。本当にね、まあ先ほども言ったんですけど、お二方本当におめでとうございます。お二方で二ペアかな。はい。でね、他のペアもね、結構しっかり頑張ってて、個人的にはね、アロイラをすっごい応援してたんですけど、まあアロイラもね、さっきユラの方とね、通話してたんですけど、ユラもね、結構全力出し切れたって言ってて、まあ、すごい良かったなぁと思いました。本当に今回の大会はね、成功でしたね。はい。東進祭素晴らしかったです。で、俺も出てぇなと思いました。まあ、次はね、もうナスタンに無理言って、次の大会はしっかり一緒に出ようなっていうお話でした。はい、ご視聴ありがとうございました。次回の動画は、まあまたなんか適当に、取りだめから出そうかなと思います。はい、じゃあ次回の動画また見てね。バイバイ。